オクテッドチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテッドメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、今の時期本当に使いやすいアイテムっていうのをね、紹介したいなと、思っておりまして、これお話ししましたかね。なんかお客さんとかでは結構僕は言ってるイメージはあるんですけど、あのお店来てもらった方に喋ってるなっていう感じはあるんですけど、動画で作ってたかどうかちょっと覚えがないですが、この時期はコットンのニットやトレーナーがめちゃくちゃいいなと思ってます。はい、で、まあ前回のこうブリリアさんのこうシャーリングついてる、スラックス初心者のためのドレスパンツみたいなアイテムをお話したときに、これね、実はいいんですよという話をしてて、またおいおい動画作ってきますなんてね、言ってたんですけど、それをね、ちょっと紹介しつつ、他にもね、トレーナーなんかも今年選んでるやつで、すごくかっこいいのがあるので、一部紹介していきたいなと、思っておりまして、まあ、なんでね、こう、コットンのニット、トレーナーが今の時期いいのかっていうところ、と、まあ、あとはね、このアイテムをどんな風に着回したらいいのか、まあ、どんな着こなしができるアイテムなのかっていうところを紹介できたらなと思っております。というわけで、まずじゃあ今日持ってきたアイテムをね、こうさらっと紹介していこうかなと思いますが、まずコットンのニット。今僕が着てるタイプのものと、ブラックとホワイト、3色ね、持ってきたんですけど、HIP by Solid っていう、まあ、タトラスジャパンがやってる、ちょっとスポーティーなね、レベルになってます。まあ、ブランドになってます。で、これね、本当に着心地も良くて、で、生地の厚みもちょうど良くて、サイジングも、こう、今っぽい感じで、後でね、詳細はお話しますけど、すごくいいなと、思ってます。で、もう一つが、あと、ヌメロベントゥーノさんの、トレーナーですね。はい。まあ、結構、洗いがかかった、画面とのね、こう、特徴的な、トレーナーになっていて、ロゴのポイントだったりとかもアクセントになっているので、まあこれも実際ね、着て、紹介しようかなと思っております。はい。はい、ということでですね、まあちょっとね、全身の画角で、見てもらおうかなと思ってたんですけど、これ最初に、紹介した HIP by Solid さんの、コットンの、ニットです。で、特徴的なのは、結構綺麗な感じとスポーティーな雰囲気がミックスされているようなデザインになってます。なのでまあ今回はちょっとあえてね、スラックスで綺麗めな感じで、なおかつ、ウエストゴムになっててこう紐がついてるタイプで、ちょっとスポーティーな要素も詰まってる、そういった同じようなテイストのアイテムと合わせてみたんですけど、あの上品さもあるんだけど、ちょっとカジュアルな要素も入ってくるような感じです。で、具体的にはまあ生地ですね。まずはワッフルなんですけど、ミニワッフルっていうんですかね、こうかなり細かい、格子状になっていて、こう上下、まあ全方向ですかね、にストレッチが効くような素材で、まあ多分動画越しじゃなかなかね、伝わんないかもしれないですけど、ここまで寄ればわかるかな。こういう感じですね。あ、そこはわかる。はい、こんな感じです。はい、ここまでね、近寄ると結構わかるかなと思いますけど、あの、そうですね、そうですね。結構近いですね。はい。まあ、こんな感じでね、こう、生地に表情がある、タイプになってますね。まあ、僕は個人的にはこういうアイテムがすごい好きなんだなーっていうのがね、自分でもわかりますけど、前回紹介してたビッグワッフルのパーカーだったりとか、こう、無地でシンプルだからこそちょっと生地感だったりとか、表情があるようなものを使ってあげた方が、よりね、いいかなと、ね、思ってます。これね、ちょっと面白いのがですね、こう分かりますかね、なかなかね、ちょっと見えにくいんですけど、普通、ニット、まあ、ハイゲージのやつとか、うちで、ジョンスメドレーさんとか、使ってますけど、リブになってるんですよね。はい、そこが、今回のタイプはカットソーみたいにね、なってます。はい、ただ、まあ、あの、端っこの処理とかはちゃんとしてあるので、あの、ほつれとかは心配ないんですけど、デザインとして、こう、カットソーチックに、こう、タックアウトした時に、はい、切れるっていうのが、まず一つ、面白いなと思いましたね。僕、さっき着てた時、こうやって折り曲げて着てたんですけど、まあ、こうやって着ちゃうのも一つありかなと思います。はい、まあ、これは着こなし次第ですね。はい、で、特にこれは色がね、僕は、
一押しかなと思っていて、カーキと言いますかね、ライトブラウンかな、色表記的には多分ライトブラウンだと思うんですけど、こうくすんだ色味になってて、まあ今の、トレンドのカラーリングも抑えてて、すごくおしゃれだなという感じです。はい、というわけでちょっと着替えてみました。だいぶカジュアルな感じに、ね、なりましたけど、まあこれはこれでこういうスタイルとしてかっこいいんじゃないかなと思ってちょっとスタイリング組んでみたんですけど、トレーナー、先ほど紹介してたヌメロのトレーナーにカーゴパンツですね、リプレイさんのハイパーフレックスのシリーズにサイドゴアブーツです。はい、トレーナーだったりとか、まあ先ほどのコットンのニットだとまだこうウールのニット着るには暑いと、ちょっと僕らもまだなんか店頭ではね着たりするんですけど、ちょっとね暑いですよね正直。で日中外出るとかってなったらさすがに厳しいと。でも半袖だとちょっと微妙だなっていう時にこういう、ちょうどいい薄さで素材感の、アイテムがあるとめちゃくちゃ使いやすいなと思ってます。で例えばですけど、まあ秋口、このぐらいで1枚で着てもらってっていうのはもちろんいいんですけど、じゃあ冬になったらちょっと薄くないと寒くないという方はやっぱりねブルゾンとかダウンとか、この上に着てもらうっていうのがねすごくおすすめかなと思ってて、ちょっとブルゾン着てみますね。はい、という感じでねちょっとブルゾンを羽織ってみたんですけど、どうですかね、こんな感じだったらちょっと寒くなってきた時も着ていただけるんじゃないかなと思ってて、ちょっとね薄めのダウンが入ったブルゾン合わせてみたんですけど、まあ、あえて今回はもう武骨にカジュアルに寄り切って、これジージャンタイプの、ブルゾンタイプのね、ダウンと、トレーナーと、カーゴパンツ、ブーツって感じにね、してみたんですけど、一応トレーナーとかだと、やっぱり上に着込むのにもすごく着やすいですし、これが例えばナイロンブルゾンみたいなパーカータイプのものでもいいし、こういうダウンとかでもいいですし、ダウンベストとかでもね、もちろんいいんですけど、そういったね、レイヤードがしやすいっていうところが、やっぱりね、良さかなと思います。はい、ですね。まあ、こんな感じで、こう、秋口、まあ、人によっては冬も全然使っていただけるようなね、本当にちょうどいい、今の時期、一番欲しいなっていうようなね、アイテムかなと思ってます。なので、まあ、先ほどのニットもそうですし、トレーナーも、すごくおすすめなんで、ぜひゲットしてほしいなと思います。はい、というわけでですね、僕らの動画は毎日8時に、動画アップしてるので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。